丁秀昭は、韓国出身のプロ野球選手。トサンベアーズ所属。久保の二次ドラフトで、トサンベアーズから指名を受け入団。2009年4月5日のキアタイガース戦で、ダイソーとして初出場。同月22日には、プロ初本塁打を放っている。2011年頃からは、主に2番センターとして出場している。 2012年7月7日の LG ツインズ戦では、武ミ民から、ランニング本塁打を放った。2013年10月11日のネク戦、ヒーローズ戦では、ショウ基地から、人生初のサヨナラ安打を放った。2015年の韓国シリーズでは、打率、571、1本塁打、5打点の大活躍で MVP を獲得。トサンの14年ぶりの優勝に貢献した。 2017年から兵役につき、警察野球団に所属。2018年9月に除隊され、登山に復帰した。同月8日の SKY バーンズ戦で途中出場し、戦列復帰。2019年9月28日のハンファイーグルス戦では10回に、先頭打者アンダで出塁し、僕健介のアンダで生還した。このゲームで、登山は、首位と同率1位になったため、 彼の活躍が大きく評価された。2020年オフにフリーエージェント系を行使し、6年総額56ウォンの契約で残留した。2014年の後半頃から助験賞のバッティングフォームを参考にしている。またスピードが速いため守備範囲が広く、さらに強権でもあり、外野の守備力はリーグトップレベルである。三塁打がとても多く、年には 満24歳で、通算3塁打数が49個になった。2020年シーズン終了時点の通算3塁打数は65個であり、歴代2位である。僕、健介、巨高市民とは、同時期入団の同級生で、彼らをまとめて、90年生30子と呼ぶファンもいる。韓国球界有数の美男選手として知られ、ファンからは、チャムシルのアイドルと呼ばれ高い人気を誇る。 2019年シーズンのレプリカユニフォーム販売枚数では2位を記録した。軍へ入隊する2016年までの都産での個人応援歌は男女が交互に歌うものであり非常に人気があるものだった。原曲はザ・ビーチ・ボーイズのサーフィン・ USA である。なお、2018年以降は同曲が著作権で使用停止になったため球団自作の応援歌を使っている。 ありがとうございます。